はい、こんにちは、勝又です。ということで今日はこちら、じゃん、ポケモンガオーレの特別ディスクということで、こちらですね、ちょっと開けていきたいと思います。ここの、まあこれもね、特別ディスクで、お店のね、方にもらえるやつなんですけども、こっちにね、非売品、こっちにこの紙が書いてあって、この入れた状態でね、使用できるんですが、この特別ディスクはなんとね、こちら側にこの紙があるもので、開けないと使えないということですので、ちょっとね、開けていきたいと思います。ピッと。さあ、それでは見ていきましょう。まずじゃあ、こいつ。いきます。じゃん。おー、カメックススペシャル。ハイドロポンプ。この説明書きは？お、カメックス。ちゃんとカメックスって書いてありますね。はい、ガオーレのカメックス。いいですね。確か星3のカメックスがいたような気がするな、どっかに。はい、だあー、全然弱いっすね。星3のカメックスが2240のポケーネ、こっち2020のポケーネですね。うん、で HP とかも全体的に低いですね。うん、はい、こちらになります。で、他のも、要するに、その感じのシリーズになっておりますので、こちら、じゃん。リザードン、火炎放射、2020。まあ、弱いって言っても、使い道がありますからね。やっぱ気合貯めたりとか。はい。こちらが、不思議花。リーフストーム、2000。だいたい2000とか2020ですね。この3匹。これはスペシャルガオレディスクですね。このカラーリング多分。今、ポケ、第2弾が始まって、バガオレメンバーズのね、オート応募で、スペシャルガオレディスクが当たるって、あれの多分カラーだと思います。わかんない。でも、クリアバージョンって書いてあったから、これのクリアなのかもしれないですけどね。うん。で、僕が、ちょっとね、あとおすすめしてるのは、まあもう皆さん知ってる、やってる方は知ってる人いるかもしれないですけど、こちら、フルアヘッドさん、カードショップみたいなネットのね、ショップで、オリジナルスリーブ、ポケモンガオレということで、これはね、結構ね、やっぱね、いいですよ、スリーブ。こちらに、向き。こうですね。このように入れて、スッと入れて、そして、ここのね、後ろのこれ。これを外して、そしてここで折り曲げると。はい。で、つけると、売り場のね、ポケモンガオレみたいになるんですね。これスリーブでいいです。で、入れ、使うときもね、普通にそのままスッて刺せば、反応するので、まぁ、ちょっと、この、ノースリーよりね、反応悪いですけども、ちゃんとこうやればね、反応するんで、これに入れてね、全部、主要メンバーは、今のところ全部入れてあります。で、僕のね、主要メンバー全部これ、星4とかね、このメガ進化するシリーズ、もうほぼっていうか、多分全部ありますね。はい。で、伝説も一応全部あります。ただ、ミュウだけまだ手に入ってないですね。はい。ということで、こんな感じ。で、あと1点。どうやら、僕のゼルネアス、あった。あ、イベルタルだ。そうなんですけども、このね、上の方、ここら辺。ちょっとね、不良が出てます。印刷の不良がですね。で、結構ガオーレディスク、印刷不良が多くてですね。やっぱり、困るよと。これじゃ困るよっていう方がいたみたいで、ツイッターの方で、あ、これとかわかりやすいですね。パラセクト。ここら辺、色ついちゃってますよね。こういうので、あとやっぱこの本体の方とかもね、なんか色が飛んじゃってますよね。ここら辺。で、これを、どうやら、高田トミーさんの方に電話して、変えてくれると。新品に変えてくれるみたいな感じでね。まあ、全部 QR とかね、一緒なんでね、多分、変えてくれるでしょうね。だから僕もちょっと変えてみようかなと思って、今度電話して、変えてもらいます。はい、ということで今日ご紹介したのは、このポケモンガオーレのスペシャルディスク。何で手に入るかはちょっとわかんないんですけども、なんか Amazon でね、1000円で買ったんで1枚。ちょっと詳しいとこわかんないですけど。いろいろね、ほんと調べるとガオーレ知らないことたくさん出てきますからね。これからも勉強してたくさんやっていきたいと思います。それでは、また明日。